アクレームはクライスラーの一部門であるプリムスが販売していた乗用車である。ベーシックブランドであるプリムスの最上位モデルとして設定されていた。姉妹車には上位モデルのダッチスピリットが存在し、日本へはクライスラーアクレームとして投入されていた。アクレームはミドルクラスのコンパクトセダンとして設定された。同じクラスにはリライアントが存在したが、アクレームはこれより、 上位に位置するモデルとなっており、事実上カラベルの役割を引き継いでいる。プラットフォームは、クライスラー系プラットフォームから派生した A プラットフォームを用いており、サイズは4 6 0 2ト、mm、ルと当時のプリムスの FF セダンの中では最大だった。エンジンはグレードにより3種類がラインアップされ、2.5リットル自家4、2.5リットル自家4ターボのクライスラー製。 K 型と3.0リットル V6 の三菱製6、G72 型から選択することができた。アクレームは、ベーシックブランドであるプリムスでラインナップされていた、性格上、AAA プットフォームを使用したモデルの中では、エントリーモデルとしての役割を得ていた。姉妹車である、ダジスピリットはよりスポーティなモデルとして位置づけられ、最高級モデルとしては、 同じプラットフォームを使用したクライスラール・ルバローンが設定されていた。当時クライスラーは一連のキャブフォワードコンセプトを標榜したセダンを戦略の中心に備え、クライスラー、ダッチのラインナップにそれぞれイングルビジョンやダッチイントレピットとして積極展開していたが、当初ベーシックブランドであるプリムスに LH カーは導入されなかった。そのため、アクレームは グランフューリーが消滅した後は、実質、プリムスのトップモデルとなっていた。1994年12月に生産が終了し、JA プラットフォームを使用したダッチストラトスの、姉妹車である、プリムスブリーズへとその役割を引き継いだ。ありがとうございます。